南部の歌はアメリカ合衆国のウォルト・ディズニー・プロダクションにより制作された実写とアニメーションからなる1946年11月12日公開の長編映画作品である。日本では1951年10月19日に公開された。旧放題は南部の歌。原作はジョーエル・チャンドラー・ハリス著のリーマス・おじさんシリーズのアンクル・レムス。 ヒズ・ソングズ・ヒズ・セイングス、ザ・ホーク、ロア・オブ・ザ・オールド・プランテーションと、ナイツ・ウィズ・アンクル・レムスで、2冊には、約100話の小話が収録されている。映画は、南部の農場を舞台に、白人の少年、ジョニーと黒人のリーマス、おじさんの心の触れ合いを描く実写部分を軸に、リーマス、おじさんが話す、おとぎ話の部分がアニメーションとなっている。 実写とアニメーションを併用した映画はこれ以前にもディズニーにおいては作られているが実写部分をドラマの軸としたのは初の試みでディズニー初の実写映画として分類されることが多い。1947年度のアカデミー賞ではジッパディ・ドゥーダーがアカデミー歌曲賞をリーマス、おじさんを演じたジェームズ・バスケットが特別賞を受賞している。 全米国人地位工場協会が本作品の黒人描写に対して抗議したため、アメリカでは1986年以降、ディズニー側の自主規制により一度も再公開されていない。日本ではかつてビデオ及びレザーディスクが発売されていたが、現在は共に廃盤になっており、2020年現在、正式なテレビ放送や DVD 化は行われていない。また、 2019年11月から北米地域を皮切りに世界各国で順次サービスを開始している動画配信サービスディズニーでも今の時代状況に適切ではないとして本作品の配信は行わないことを2020年3月に行われたウォルトディズニーカンパニーの株主総会で会長のボブアイガーが明言している協会は 作品の音楽や実写とアニメーションの融合技術は認めながらも白人の主人と黒人の奴隷の関係が牧歌的に描かれている点で事実を歪め奴隷性を美化していると批判している。また、風切りイベントはジョージア州アトランタで開かれたが主な白人俳優は勢揃いする一方主演のジェームズ・バスケットを黒人だからという理由で参加させなかった。 ディズニーランドやマジックキングダム及び東京ディズニーランドではこの作品を題材にしたアトラクションスプラッシュマウンテンが設置されている。なお、アトラクションにおいてはアニメーション部分がメインとなっており実写部分の登場人物はアトラクションの導入部分で音声のみの登場となっている。現在でも人気のアトラクションの一つでありながらその題材となった作品を見ることができないという 状況が続いており、二千二十年に発生したミネアポリス反人種差別デモの際にはファンが他の作品への題材変更を求める署名運動も起きていた。二千二十年六月二十五日、ディズニーはアメリカカリフォルニア州のディズニーランドリゾートとフロリダ州のウォルト・ディズニー・ワールドリゾートにおけるスプラッシュ・マウンテンの題材を変更し、黒人少女が主人公のディズニー映画、 プリンセスと魔法のキスをモチーフにした施設に改装することを発表した。日本、千葉県の東京ディズニーランドにおける同アトラクションの処遇について運営会社のオリエンタルランドは日本経済新聞や朝日新聞などの取材に対してアメリカで決まったことなので現時点でのリニューアルについてはまだ決まっていないがウォルトディズニーカンパニーとの間で検討を始めている。 とのコメントを発表しており、日本についても題材変更の可能性があることを示唆している。白人の少年、ジョニーとその家族はアトランタから南部の農場へ移住することになった。父親、ジョンは仕事でアトランタへ戻ってしまい、寂しい思いのジョニーを慰めたのは、農場の下働きの黒人、リーマス、おじさんのおとぎ話だった。小さなブレアラビットが、 意地悪なブレア・フォックスとブレア・ウェアを知恵でやり込めるリーマス。おじさんの話は楽しく基地に飛んでおり、ジョニーは黒人の少年、トビーや近所に住む少女、ジニーと一緒におじさんの話にのめり込むのだった。しかし、ジョニーを素直で従順な少年に育てたい。ジョニーの母親、サリーは、ジョニーがリーマス。おじさんの話に夢中になるのを心よく思っていなかった。 ジョニーの誕生日パーティーが催されたある日、ジニーは兄たちにひどくいじめられて、迎えに来たジョニーの目の前でドレスをドロドロに汚されてしまう。パーティーに行けなくなった二人のために、リーマス、おじさんは、ブレアラビットの笑いの国の話をして二人を励ますのだが、おとぎ話に夢中になって、パーティーを欠席したと怒ったサリーは、リーマス、 リーマス、おじさんが農場を去ったことを知ったジョニーは、リーマス、おじさんがジョンと同じようにアトランタに行ってしまうと恐れ、慌ててリーマス、おじさんの後を追うが、誤って暴れ牛のいる放牧場に入ってしまい、サリーの目の前で牛に突き飛ばされ、重傷を負ってしまう。ジョニーが怪我を負ったことを知ったジョンは、急いでアトランタから農場へと駆けつけるが、サリーやジョンがいくら耳元で呼びかけても、 ジョニーの意識は戻ることなく、リーマス、おじさん、帰ってきてと上ごとを繰り返すばかりだった。その時、やはりことの次第を知ったリーマス、おじさんが農場へと引き返してくる。ジョニーの祖母に連れられ、枕元へとやってきたリーマス、おじさんが、もう一度、ブレアラビットの笑いの国の話を聞かせると、その声に導かれるようにジョニーは意識を取り戻した。 その様子を見たジョンは、もうアトランタへは行かないと約束し、サリーも、ジョニーの気持ちを理解してあげなかったことを反省する。そんな親子の姿をリーマス、おじさんは微笑ましく見つめた。こうしてリーマス、おじさんの解雇は撤回され、無事に怪我も治った、ジョニーや、トビー、ジニーたちが仲良く遊んでいるのを温かく見守る。そこにはなぜか、 あのブレアラビットや仲間たちの姿もあったことに。スプラッシュマウンテンでのブレアラビット、ブレアフォックス、ブレアベアの声は、ポニー版の声優を起用している。ポニー版では実写の登場人物が歌唱する部分のみ、原音対応だが、ブエナビスタ版では、歌唱部分も吹き替えている。ありがとうございます。